こんにちは。素直サイズ、なおです。ストールの編み方2をやります。糸を足すところと、足した後の糸処理の仕方をご説明しようと思います。一玉編み切りました。二玉目に入ります。ちょっとぐしゃぐしゃってなっちゃったので巻いてあります。で、私は糸のグラデーションのつながりとかを気にしてないので、このまま編み終わったらそのまま編むっていうのをしていきます。ちょっとちょうど似たような色になっちゃったので、糸処理のところが分かりにくいかもしれないんですけど、全然ご自分のやりやすい糸つなぎ、糸足し、糸処理をしてもらえればいいんですけど、私はこのようにやっています。たまたま端っこの方で糸がなくなりそうなので、このメリヤスのところで糸を変えたいと思います。もう普通に編んで何目か、8目、メリヤスが8目あるので、適当に半分ぐらい編んで、1,2,3,4、半分ぐらい編んだら、もう次の糸に変えていきます。糸処理がしやすい量を残して、あまり短いと針で編むように糸処理しようと思ってるので、あまり短いとちょっとやりにくくなります。残して、糸処理できる分の糸端を残したら普通に編んでいきます。皆さんしてると思うんですけど、ちょっと編み進んだら緩むと編みにくいので、簡単に一結びギュッとして、そのまま編んでいきます。特別なことはないので、そのまま行って帰ってくるところまでちょっと飛ばしていきます。行って帰ってきたところです。裏面を編んでいます。ここは緩みがちなので、ちょっと押さえてそのまま編んでいきます。これだけです。糸足し、糸替えはこんな感じでやっています。編んでると緩んできちゃうけど、気にしなかったり、もう一段ぐらいはちょっと気になると思うんですけど、こうピッとして気にせずどんどん編んでいます。で、編み進めたいところなんですけど、糸の結び目が実は途中であって、
ここですね。ここで結び目が出てきて、一旦糸を、結び目はちょきっと切っちゃって糸を足したような状態になっています。でちょっと端っこになっちゃったんだけど、ここで糸の処理の仕方をしようかなと思います。とじ針とハサミと用意して、で編むように糸を渡らせて、の両面気にせず使えるようにしたいなと思っています。前のメモリーズのストールでもお見せしたんですけど、ここ糸を変えた、糸を足した部分で裏編みを編むように針を縫うようにしてやっています。もう一箇所がここかな、ここも裏編みを編むように針を縫うようにして糸始末をしました。で裏よく見ないと見つけられない感じになるので、今回はこの糸処理の仕方をしたいと思うんですけど、この部分表から見るとこんな感じです。ちょっと糸が二重に、メディアスが二重になってるみたいになってるけど、遠くから見たら気にならないので、このようにしたいと思います。今回は同じ糸、こっちも似たような色の糸になっちゃったので、こちらでやっていきたいと思います。真ん中辺でできなかったけど、裏編みを編むように針を動かしていくので、この山になっている、一回外しちゃうと、そのやり方知ってるよっていう方は見守ってください。ここの編み目になってるから、この糸はここに行ってここから出てくるっていう形になります。この糸はで、こっちの糸はこの山からこっちに行って、ここでここからここに帰ってくるというようになります。この山とこの山がセット、こことこれ一段分飛ばしたこれとこれがセットになっているので、こっちからやってみます。このお山を作るので、こっちの糸はここからこっちに行って、これとセットになっているので、ここに行って
ここに戻ってくる。で、今度はここ。これをやるので、この下とここ。こんな感じで。メリヤス編みを針でやるっていうだけなんですけど、ちょっと引っ張りすぎないようにこのようにこんな風にしていきます。糸が足りなくなっちゃったら外してここを編むからこうして針だけ入れて通して通す。こんな感じでやってみてください。ちょっと二重になっちゃうので、この辺だけちょっとモコッとした感じにはなるんだけど、普通に糸を割って処理するよりも目立たないかなと思います。端っこはどうするのかっていうと、ここはしょうがないんですけど、もう一個いっとこうかな。二重になってる目の下のところをちょっとこう割るようにして隠すように、ちょっと見にくいかな、こんな感じで二重になってるのの下の方に糸を、針を割るように入れて、キュッとやると、そんなに目立たないんじゃないかなと思っています。でこっち側は左側から出てる糸は右側に編んでいく。これとこれ。で、こんな感じで、でもこっち行けないから、強引に上の段になんとなく移っちゃいます。
もう一段上に。上に移って。二段上に行かないと、ここが三重になっちゃうので。二段上がって。1段上がって同じようにここ、ここ、こんな風に感じでやっておくと、裏側を使った時に糸始末が目立たないかなと思ってやっています。でこの部分を表から見るとこんな感じです。特に言われなかったらわからないかなっていう感じになっていると思います。で糸端は二重になっているところの下側を割るようにして、こんな感じでどうでしょう。ちょっと濃い色だから目立たない感じになってるんだけど、こんな風にしています。そしてぴょこんと飛び出たところはこうまっすぐチョキンじゃなくて、ちょっと斜めに切ってあげるとチョキンと目立たないんじゃないかと思います。ちょっとカメラ越しだと切っちゃいそう。こんな感じでどうでしょうか。毛糸の色にもよると思うんですけど、今回はとても目立たないんじゃないかなと思ってるけど、明るめの色とかだともしかしたらちょっと目立っちゃうかもしれません。こんな感じで参考になるといいなと思います。こちらは裏側、触るとポコッとしたところがわかるけど、見た目的には平気かな。裏側と表側です。こんな感じで編み進めていただけると嬉しいです。こち
ちらのストール編んでくださってる方もいらっしゃって、あとカゴメ編みのベストも編んでるよって言ってくれる方もいて、すごく嬉しく励みになっています。こちら一玉はちょっとすごく一生懸命編んだので、割と早く、これをメインに日々編み物をしていたので、一玉すごい早いって言ってくださった方がいるんですけど、ちょっと頑張って早く編みました。残りの一玉は多分ペースダウンすると思うので、仕上がりはもうちょっと先になると思うんですけど、とても色が綺麗で、これも出てくる色を楽しみながら日々編んでいます。またここから先は編み地のひっくり返しとか大変になってくるので、長いからちょっとペースダウンすると思いますし、もしかしたらまた一緒に編みましょうみたいなのをするかもしれないんですけど、その時はまた見に来てください。今日は糸の足すところと糸処理の仕方をご説明させていただきました。ちょっと編んでるところが少なかったんですけど、今日はここまで。最後まで見ていただきありがとうございます。終わり。